か、大統領。あれ、なんだか元気がないですね。君は元気だな。大丈夫ですよ、そんなに心配しないで。真の敵なんか、私とセリウスとロロとクロワジーでガッツンとやっつけちゃいますから。泥船に乗った気分でいてください。これは頼もしい。実は私は真の敵の情報を持っている。え、本当ですか？それだったら早くみんなに。いや、それがそうもいかん。火山地帯の奥の奥に住む凶悪な鬼のことを知っているかね。は、まさか真の敵ってエレキ？人間をはるかに凌駕する凄まじい知性、雷鳴をも自由自在に操れる恐怖の鬼、エレキこそ真の敵だ。それは参ったな。であろう、私が町人に息抜きさせたくなった理由が分かったかね。君も魔法使いなら知っているだろう、あの鬼の強大さを。はい、偉大な魔法使いでもあるそうです。シエンツァの始祖エクレール様が教えを請うたと言われるほど。それほどの大物ならシャーロムを自在に操っても不思議ではない。やつこそ今回の大事件の真の黒幕だ。そうですか。ん？どうした？敵がエレキと聞いて臆したのかな。いいえ、大丈夫です。私が行きます。それでこそ、我らが英雄テネレッツァだ。我が町、エスペランサのために、エレキを倒せ。はい。果たして君が倒せるものだろうか。まさしく泥船に乗った気分だよ、テネレッツァ。でも、エレキさんって2000年前の伝説にも出てくるような偉大な鬼なのに、今頃どうして。ロロ、エレキさんについて何か知ってる？さあな、うちもあの大将のことはよう知らん。ただ気難しい男らしいから、なんか気に障ることでもあったんちゃうか。自然を壊す人間どもに天罰。そんなんほっといたら人間が自滅するだけやがな。わざわざ手を下す必要なんかあらへんあらへん。それよりせっちゃんからマサキ借りてこ、なんかの役には立つやろ。そうだね、とりあえず会ってみないと始まらないね。行こうか。うん。